はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストのハンマイワー先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 投資となっています。今回ハンマー先生のインジケーターのですね秘密なんですけれども、テクニカルがね、調整を進めておりまして、一つね、こっちの方がいいんじゃないかということでね、ちょっと改良しました。というのはね、インジケーターのシフトの0番地のところでアクセスというのは非常に難しいんですね。安定しなくて、テクニカル分析でちょっとの拾っただけでアクセスしてしまうんで、で、まあそれも敏感でね非常にいいんですけども、使い方が非常に難しいんで、シフト1でね、シフトの1番目でシグナルを受け取ろうかということにしました。一呼吸遅れますけどね、1分以上遅れますけれども、そちらの方が確実にシグナルが出てデータ通りの勝率でね表示され見られるんで、不確定率のですね、ところがなくなるから、まあ少し遅れてねシグナルを早く出せませんけれども、一番地でね取ってやることによって正確になるんじゃないかということでね、まあ前もそういうことやってましたけども、まあその方が原型に戻した方がいいんじゃないかなという、敏感よりかですね、というようにしました。でこれでもう、自家用ジェット機が買えるんじゃないかと思うんですけど、これですね、これで自家用ジェット機が買えるんじゃないかと、私だけね作った人ね、インジケーターは人に与えると遅くなっちゃうんでね、稼げるインジケーターはね、でインジケーター秘密なんですけど、これでねちょっと今勝率 60% 以上の30個以上の取引12日間前からの分析でやってます。でこれでねシグナル出させて、この調整は非常に良くなってくるんじゃないかと思うんです。これでね、大体この勝率に近くなると思うんです。せいぜい 10% ぐらい落ちるぐらいでしょう。ね。勝率 65% だったら 55% いくんで、稼げるんじゃないかということですね。で、このインジケーターですね。まあ、10ピップス以上の余裕がある平均ピップスで、取引数30個以上なので、ちょっとテストしてみようと思います。こちらの方は 80%、70% 以上で10個以上の取引なんで、2つデモでやってます。まあそんな風にして改善しましてね、まあ次回はジェット機が、私の場合はこういう風な方法で変えるというようなことですね。今デモでやってますのでね、デモで動かしてます。ライブの時はもっと慎重でやりますけどね、こんなことですね。インジケーターの方のテクニカル分析は非常に複数のね分析してます。で表示を隠しちゃいましたね。シグナルだけ出てますけどね、表示がこれ上と ねこれもですね出てますけどね、それ以外のテクニカルは非表示にしちゃいましたね。そんなことで、これで自家用ジェット機12億円が都合できるんじゃないかということでね、嬉しい話ですね、ハンマイワー先生ね。あと FX の方にもでも頑張ろうと思ってね、 FX の方はもっと世界一の億万長者を
入れるようにね、頑張って FX で稼いでいこうと思います。世界の億万長者にね、チャレンジですね。そんなことで半間洋先生ね、世界一の億万長者にね、頑張ると。まあバイナリーオプションは12億円ぐらいでしょうということでね、稼ぎは。それで、次回はジェット機買うぐらいですけれども、 FX の、FX の方はもうその1万倍ぐらいの稼ぎを見てね、世界一の国の億万長者を、ね、まあアマゾンさんでしょね、アマゾンさんの億万長者に並ぶということですね。ということで頑張ってます。投資家の3番目も頑張ってますしね、ビル・ゲイツも頑張ってますけどね。ビル・ゲイツには私は豪邸に呼ばれたことがありますからね。ビル・ゲイツとは昔仕事関係で一緒の仕事やってましたから、ビル・ゲイツとはの家での豪邸には呼ばれたことはあります、仕事関係でね。そんな間柄です、私はね。あ、そういうことで世界一の億万長者に頑張って、なるためにこういうような投資方法で頑張ってますのでね。投資方法は秘密ですからね、テクニカルね、表示は見えませんけど、ごめんなさいね。大変難しかったですね。そんなことでこういうテクニカル分析で自家用ジェット機を買う、12億円都合するということですね。これで都合できると思いますよ。ね。どうも皆さんありがとうございます。半間洋先生でした。今後ともよろしくお願いいたします。